一つ目の謎は、なぜ彼が一人の部屋で毒入りのワインを飲まなければいけなかったのか。片打っての探偵の話を静かに聞いている。目の前の少女に探偵は続けた。理由は簡単、彼はあの時死ぬべきさだめと決まっていたのだから。さあ犯人は誰？君は答えを知ってるね。だって君の目の前で全て起こったのだから。さあ犯人は誰？君が答えを言わずとも僕が教えてあげよう。この事件の終わりを。の謎は、彼らが海へ落ちたわけ。本当に彼らの中に犯人がいたのか。少女はポケットの中忍ばせたナイフを握る。探偵は気づかずまだ話し続けてる。ただ一つだけ狂った計画、事件に巻き込まれたもう一人の探偵。さあ犯人は誰？少女の手から子供投げに叩き落とす彼女の最後の手段。さあ犯人は誰？ほら君のすぐ目の前にいる。その名前を咲いてごらん、この僕の名前を。本当は君に知られたくはなかった。せめてもの情けな、逃げるなら今だ早く。さあ犯人は誰？答えが一つとは限らない。それを確認する術ももうじき消えてなくなる。さあ犯人は誰？ほら早くしないと僕の手が君を殺めてしまうよ。もう時間がないんだ。さあ犯人は誰？君は答えを知ってるね。だって君の目の前で全て起こったのだから。さあ犯人は誰？ほら君のすぐ目の前にいる。その名前を咲いて